皆さん、こんにちは。日本を代表するバンドである XJAPAN、 その XJAPAN のベースヒースさんが亡くなっていたことが分かりました。享年55歳でした。関係者によるとあまりに急だったといいます。今回はヒースさんの死因について詳しくご紹介するとともに、YOSHIKIさんの緊急帰国との関連、ヒースさんの家族や子供、XJAPAN の加入までの経緯についてご紹介していきます。身内に不幸があり、自分の判断で急遽日本に戻ってきました。 XJAPAN のリーダー YOSHIKIが喪服姿の写真とともにこう SNS に綴ったのは11月3日のことです。サンフランシスコで行われた栄誉賞授賞式、サーティーンセブンスアワードオブホナー柄をキャンセルし、身内に不幸があったため急遽キャンセルしていました。関係者の皆さん、 SF での栄誉賞の授賞式キャンセルしてごめんなさい。身内に不幸があり、自分の判断で急遽日本に戻ってきましたと謝罪。今週の LA およびニューヨークでスケジュールは予定通りこなしますと綴っていました。そんなYOSHIKIが向かったのは東京新宿区内のとある施設。そこでヒースと無言の対面を果たしました。ヒースの知人がこう明かしています。今年に入ってからヒースさんは体調の優れない日が続いていました。そこで医師の診療を受けたところ、がんが見つかったのです。その時にはかなり進行していて、残念ながらがんの発見からわずかしか経っていない10月下旬までに帰らぬ人となってしまいました。あまりに急で、がんを患っていることや闘病のことさえバンドのメンバーに知らせる余裕もなかったと言いますと語っています。ただ体のどこにがんが見つかったのかは明らかにされていません。がんが発見された時にはすでにかなり進行していたようで、闘病生活も想像を絶するものだったのかもしれません。メンバーの確執など種々の問題により、2018年以降バンドとしての活動がなかった XJAPAN にあって、ヒースさんだけは最後まで活動再開を願っていたと言います。そんなヒースさんは XJAPAN の2代目ベーシストとして活躍されていました。 XJAPAN の初代ベーシストはタイジこと澤田タイジさんでした。タイジが XJAPAN に在籍していたのは1986年から1991年までです。彼は2011年7月にサイパンで亡くなりましたが、死因については当時自殺という報道がなされていたのですが、その死には謎があまりにも多く、今でも他殺説などいろいろな憶測がされています。11年7月11日、仕事のためタイジはマネージャーらと共にサイパンへ出発しましたが、その機内で暴行事件を起こし、着陸したサイパン国際空港で地元当局に逮捕されたとのことでした。そして勾留尋問を控えていた14日夜に拘置所内で首吊り自殺を図ったとのこと。その後地元医療機関の集中治療室で治療を受けるも、17日帰らぬ人となりました。当時サイパンに行くことになった経緯としては、タイジがマネージャーと出会ったことがきっかけでした。マネージャーの名前は北見照美という女性でした。そのマネージャーから、自分の夫はサイパン最大規模のリゾート施設を経営している、そこに2億円の音楽設備があるのだが使い方がわからないから仕事のパートナーにならないかと話しかけられたとのことでした。長州力や藤波達治といったプロレス関係者や深田恭子といった有名人との写真を見せて強力なコネがあるとアピールするので信用してしまったと赤塚氏は後に語っています。いずれは胎児と結婚して家庭に入ることを考えていた赤塚氏は、その女性に胎児のマネージャーを依頼します。胎児とはパトロン兼マネージャーの関係だったと言われています。面倒を見てもらうことになりますが、その後2人に対するマネージャーの態度は豹変していきました。当然女マネージャーと胎児との関係は悪化の一途をたどり、サイパン行きの前にも大喧嘩をしたそうです。胎児はこれが最後、もう仕事をしないと赤塚氏にマネージャーとの関係の終わりを語っていました。タイジがサイパン行きの機内で暴行事件を起こしたと報道がなされた際、乗務員への暴行と報道されていました。しかし真実は、いさかいをしていたのはマネージャーの北見照美だったようです。その暴力によりサイパン国際空港で地元当局に逮捕され、そして拘留所に入れられます。その後
拘留所内でタイジは自殺をされます。カルテの紛失などずさんな管理や司法解剖も死後解剖も行われていないという事実から、拘置所内で事件があったと考えてもおかしくありません。タイジは本当に自殺したのでしょうか。このことに関して赤塚さんが日本の警察に相談したところ、サイパン拘置所の不正事件の可能性が高いが追及は難しいので、事件を忘れて新たな道を歩んだ方があなたのためだと思います。まだ若いのだし、これから新たな出会いがあるのだから、この件に長い時間とお金を使うのはもったいない、という返答が返ってきたそうです。そんなタイジが X ジャパンを脱退した理由は、公式コメントとしては音楽性とファッションの違いということになっています。タイジは自伝の中でバンド内の収入格差に文句を言った。ヨシキのドラムに平気でダメ出しをするようになったことが脱退の原因になったかもしれないと述懐しています。そのヨシキはタイジの脱退について、こちらも自伝の中で自分との誓いをタイジが簡単に破ったことと語っています。当時ヨシキはバンドメンバーが外部のアーティストと一緒に何らかの活動することを極端に嫌がったといいます。まだ X ジャパンに在籍していながらも、ラウドネスのセッションにタイジが参加したことが許せなかったのではないかという意見が言われています。またその他には、1991年にリリースされたアルバムジェラシーのレコーディングをロサンゼルスで行い、その間にメンバーが麻薬を覚えたことに対し、仕方なくロサンゼルスにいる間だけはと多めに見ていたヨシキですが、日本に帰る時にはすっぱりと手を切ることが大前提、それを約束としていたのかもしれません。ところがタイジだけはやめることができず、これがヨシキの逆鱗に触れたという説があります。そしてタイジが脱退後、ヒースが加入されます。当時 X は新しいベーシストの一般公募と並行して、 X 側からも一緒に音を出してみないかと、ジャンル問わず様々な人に声をかけていたそうです。ベーシストの条件は男性で、一緒に音を出して楽しいかどうか、感覚的に馬が合うかどうか、俺たちとピッチが合うかどうかだったそうで、たくさんのテープの中から実際にオーディションに来てもらった人もいたそうですが、なかなか加入に至るまでの馬が合う人はいなかったといいます。そんな中で名前が挙がったのがヒデの知り合いのヒースでした。1992年1月の X 東京ドーム 3days の数ヶ月後、ヒデはヒースに電話をし、ヒースは飲みの誘いと思っていたそうですが、ベーシストオーディション勧誘の電話でした。オーディションの前日から当日朝までヒデとヒースが一緒に飲んでいたこともあり、ヒースは二日酔いの状態でセッションに参加、仮眠も 1,2 時間ほどしか取らず、ヒースは間違えても仕方がないと緊張していなかったが、ほぼ完璧に引きこなす。逆にメンバーの方が緊張して下手なのがバレて舐められないようにしないといけないと思って、こちこちに緊張していたと語っています。物おじしない性格や、終わって片付けをして、じゃあ結果は後日とすぐに帰ってしまったヒースに対し、ヒデとパタは大物だと感じたと同時に、こいつは X にいてもおかしくないと思ったと言います。しばらくして、やはりベースはヒースが良いとメンバー内で一致。すぐにヒースに電話をしますが、ヒースはその時地震で再結成させたバンドのこともあって、少し考えさせてほしいと言います。結局2週間いろいろ考えた末、セッションが楽しかったこともあり、決心して加入承諾の連絡をし、1992年5月中旬、ヒース24歳の時に加入が決定しました。その後長く X のベースとしてバンドをリードしてきたヒース、ドラムのヨシキやボーカルのトシなど、過去にはギターのヒデさんの人気にヒースはうずもれたイメージがありますが、実はメンバー内では女性ファンの多さはすごいと言われています。そんなヒースには家族や子供はいるのでしょうか。結果から申し上げますと、結婚はされていないとのことです。ヨシキやトシのように現在独身のメンバーが多いということも関係していたのでしょうか。イケメンと言われていたヒースも一度も結婚離婚という経緯を踏んでおらず、目立った色恋の噂もありませんでした。2018年以降バンドとしての活動がなかった X ジャパンにあって、ヒースさんだけは最後まで活動再開を願っていたとのことですから、バンド一筋でやっていきたかったのかもしれません。
次はヒースが X ジャパンについてを熱く語ったインタビューをご紹介します。 X ジャパンの成功の秘密は何でしょうか。やっぱり応援してくださるファンの方たちの思いがすごく伝わってくるバンドなんですよ。 X ジャパンってそれにこう魂を揺さぶられてる感じもします。僕個人的にはそれが原動力となって前に進んでいけるという、それが成功というかまだまだだとは思うんですけど、まだ海外の方にも出たばっかりなんで、 X ジャパンのメンバーで良かったと感じるのは、そうですね、一番の楽しみはやっぱりすごく個性的なメンバーが揃ってるので、毎回音を出すたびにすごい刺激があるんですね。興奮するというか、スタジオでリハーサル中でも各個人のパートの楽器が鳴り出すとすごく興奮する。一番楽しいことはやっぱりライブって楽しいなっていうのと、あと音楽やってるとたくさんの出会いもあるし、 X ジャパンで海外のツアーとかもやらせてもらったりして、音楽を通じてまたたくさんの人と出会えて、またどんどん前進していけるっていう喜びがあります。そこが好きですね。 YOSHIKI さんの一番良いところは、そうだな、一番となるとちょっと難しいのですが、やっぱり尊敬できるアーティストでありプレイヤーです。 YOSHIKI さんの叩くドラムの音がすごく好きなんですね。ライブでカウントが鳴った瞬間に全身が包まれるような感じ、それがこう音となって会場に響き渡る感じがすごく気持ちよくて、そういうのを出せるプレイヤーアーティストの方は少ないと思うのですごく尊敬できる。夢は何ですか？そうですね、ロックを通して国境を越えるっていうのが一つのハードルだったんですけど、 X ジャパンが復活して一つの大きなハードルを越えて、マディソンスクエアガーデンとかの海外ツアーもできたので、さらにたくさんの海外の人たちにも X ジャパンのいいところを知ってもらえるように頑張っていきたいです。それが夢ですね。次の夢は実現していかないとっていう。これらのインタビューは X ジャパンは再結成された後にされたものです。最後まで活動再開を願っていたというヒースの夢は、たくさんの海外の人たちにも X ジャパンのいいところを知ってもらえるように頑張ることでした。もしかするとがんを患っていることや闘病のことさえバンドのメンバーに知らなかったのは、これを機に X ジャパンがまた活動を再開し再び世界に羽ばたいてもらうために知らせなかったのかもしれません。最後になりましたが、ヒースさんのご冥福をお祈りいたします。いかがでしたか。今回はヒースさんの死因について詳しくご紹介するとともに、 YOSHIKI さんの緊急帰国との関連、ヒースさんの家族や子供、 X ジャパンの加入までの経緯についてご紹介していきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。